Welcome to Boys Talk! レンタインさん、Breaking Down 9が終わりました。うん、所沢のタイソンと奥野の試合。まあ、自分からはフォローしてなかったと思うんですけれども、うん、ジョビンさんの説教を受けて、うん、いろいろ面白い情報を聞いて、うん、ちょっと注目することになったと思いますよね。どうですかジョビン面白いでしょ面白い。いや、he's funny. <S <laughs> 所沢のタイさんとブレイキンダウンのことを全部知ってるのがすげえ意外で、ね。いや、彼はもう、ダイハードファンですよ。そう、何年も前から、なんか、そういうアウトロー YouTuber が好きなんだって。はいはいはい。俺あんまりそうなんです。うどうでもいいから。<laughs> <laughs> でもさ、今、<laughs> そんな話を聞いて、ちょっとは興味持ったですよね。はい 所沢のタイソンは、ジョビンさんの話を聞いて知って、所沢のタイソンはその花束投げ事件で知ってたじゃないですか。うんうん。その二人がブレイキンダン。のじゃないですよ。奥の、奥の大<あ><あ>奥,奥,奥の花束投げ事件で知ることになったから、うんうん、その二人がブレイキンダウンやるっていうことを聞いて、ちょっと、ああ、面白いなって思いましたかうーんま、まあ、まあ、俺が、俺、奥の嫌いなんだよ。嫌いだから<う>面白いそ。そういや。だから、えっと、 へえ、やるんだ、ぐらいだったの。マジでそう。でも、やっぱジョビンがさ、はい、あの、<laughs> <laughs> すげえプロモーションしてくるわけよ。もうね、あの、インスタグラムでもつながってるからさ、はい、えー、ツイッターでもつながってる、インスタグラムもつながってる。はい、そうすると、彼の、もうほんとしょっちゅうやってんのよ、あいつ SNS。もう、フィードに、 もうめちゃくちゃ出てくるわけ所ところのタイソンが。ね。で、まあ、なんだ、ところのタイソン、シャドウしたみたいな。ね。で、みんな意地悪だからさ、はいはい、あいつのシャドウ、ドウ早送りしてるのよ。<laughs> <laughs> 早送りさせて、これは、井 <laughs> 上直より早いとか。<laughs> もうね。いや、もう、まあまあ。ただね、マジでね、あのね、 所沢の大僧に対して俺たちがいろいろ言ったりすることを、はい、まあこれはいじめだなんだとかっていう人いるけれども俺はね違うと思うあのね彼が何を言われようがもうこれは身から出たサビ自分が悪い本当にあんなプロモーションをしたならばね俺たちがそういう反応をするということについてのあのー 責任というか、その、それは引き受けないといけないと思う。はいはい、多分初めて聞きました。え、うん、いやなんかいじめてるっていう批判を受けてるんですね。その、ジョビンさんは。<laughs> なんだろう。やっぱりね、うん、あの、うん、ところ座のタイソンにあった、はい、その、インターネットを通して、なんか SNS でいじじちぐちぐちくち言ってるのは、もう、いじめだと、はいうん。でも俺からしてみると、そんなね、<ー>かぼちゃを破壊したり、なんかこういろいろやもう、俺はね、喧嘩三千無敗だもうね、<laughs> そんなの自分で発信してるんだから、それに対して、ね、お前何言ってんのバカじゃねえのっていう反応が来ることに関しては、彼は引き受けるべきだと思うから、俺は、それはいじめじゃないと思ってる。そうですよね。まあ、SNS の時代だからで、SNS に顔を出すんだあれば、もう、何を言われてもおかしくないっていう考えを持ってないとダメですよね。俺もね、だって自分でこうやって YouTube 出したり、シーンもそうだけれどさ、ね、あの、 言われんじゃん、俺たち。言われても当たり前ってことだから当たり前、これは当たり前だと思って。でも、そうそうそう。で、所沢の体操の場合であれば、3000戦無敗と言いながら、あのシャドウだったら馬鹿にされるのは、しょう、期待した方がいいと思うんだけど。あとね、体操の入れ墨入れてるの知ってましたそうだ、知ってた。俺、俺、知ってるよ。だから、だから所沢の体操なんじゃないのでも、だから所沢のタなのちなの。にね奥野と所沢の体操ソン、被災したじゃん。でね。 まあ、俺と、ジョビンで予想したのよ。はい、この二人が、その、ブック、はい、ブックって、その、八百長らしいで、本気でやったら、どちら勝つと思うか。俺は、奥野が勝つ。って言ってで、<ー>ジョビンは、いや、所沢の大孫って言ってで、今回、それで奥野勝ったじゃん。はい、だから、俺が、一応、その、予想ゲームでは勝ったことになったから、えっと、ジョビンは、その、 負けたわけじゃん。はいはい、なんで、罰ゲームとして、俺がね、ジョビンの顔に消えないマッキーで、あの、所沢のタイソンのね入れ墨を、 書くことになってんのよ。ええ、まだやってないですかまだやって、来週。で、あいつはジョビンのバーでやる。ジョビン、ジョビン、ジョビンに俺が書くところまあ多分これは俺のチャンネルでさ、あの、動画流すと思うんだけど、書くんだよ。で、それで、やつにね、一週間過ごしてもらおう。で、初めてだけど、俺ちょっとこういうのやってみようかなと思って、あの、あいつにそれを書いて、ね、あいつと、なんか、 ちぶらしようかなって。あの、俺、なんなら所沢に一緒に行ってみようかなって。いちょっとこれは、すごく面白い企画だと思って。面白い。え、俺、一緒、俺、撮影して一緒に行っていいその、マーカーで書くところ。マーカーで書く。格闘キャスト出したい。え、細川丸太さんがやります俺、俺が俺、俺が俺がく。できます綺麗に。いや、俺、俺、絵上手いんだよ。だから、そう、なんで、 彼の顔に、ぐっつり書いたのを、はい、あの、流します。あの、あの、マジで、あの、あの、ただ見て教えてください。本当に行きます。どう確認したら。かね、彼の、バーに、堀弁護士が来るのよ。ああ、マジですかそう。あその日でやるんですね。なので、堀弁護士が来る前日にやって、お前、堀弁護士がいるところで、そのままでいろよって、あの、 ちょっと今ね、あの二人でそういう企画を、あのしてますよ。いや、マジで、あれが見たいな、最高です。うん、その、でも、俺、それ、まじで気づかなかったんです。あれ見て、あ、ちょっと、逆に、ちょっと、すごいリスペクトすることにあった。<づ>あそこまでやるんだって。入れ墨を。ね、顔にね、あれよ、あのー。最初は。その、所沢のタイソンは、はい、その。タイソン、それだけだったの。はいうん、でも、今、だんだん増えたよね。 もっうんうんう。すごいよね。うん、でもさ、あの、試合を見たところ沢の体操と奥の,の。<laughs> 見せられたよ。見せられた。あの、ジョビンの店で。あれね、面白いよね。うん、あの、その、まあ、馬鹿にして批判を受けるっていうのを初めて聞いたから、そう言おうかどうかがもう迷ってるんですけど、うん、その試合、 試合って呼んでもいいのか分かんないけど、うん、奥野 VS 所沢大将はもう世界で最も弱い男の勝負だって俺は思ってたんですよ。<laughs> で負けた方がそのね <laughs> アワードを受け取ると思ってたんですよ。でまあ一応所沢大将は負けたんですよ。うんね、負けたんだけど奥野見ました その、その、ゴング、ゴングが鳴った瞬間の、あの、前蹴りって呼んでいいのかな自分で焦げたやつでしょ飛び込んで前蹴りを入れて、まあ結局所沢大孫が避けたから外れたっていうわけじゃないんですよ。所沢大孫そんな反応スピードないから。ただ、シンプルに、シンプルに奥野がこう、前蹴りをミスった。 バランス崩して倒れてその後やっぱりねチャンスと思ったところでも俺はねあのまあ俺何度も言うか俺奥の嫌いだから大嫌いあいつもだけれどもまああのその自分の感情に流されず俺は物は見ることはできると思ってる少なくとも多分彼ら2人ともファイターじゃないじゃんねでもカーンって始まって奥なんか政治家だよねで 最初のオープニングでカーンに立っていきなりあれができるってことはやっぱりね度胸はあると思うその後見ましたその後は見ましたその前蹴りだなあさこうやりながら顔そらして背中を相手に向けて走る初めて見ましたでもそれはしかも走りが走り方がもう初めてあんな同時に走る人間見ましたよ足だから逃げるとしたら早く 走るじゃないですか。ただ、早く走りたい気持ちはあったと思うんですけど、まず最初、ステップがめっちゃ小さい。だから小さいステップを早く踏むはずなんですけど、その早くその踏むスピードも遅いから、どんどん走り回って、逆方向に回って、こう走るじゃん。でも、でも、認めるとこあります。パンチはちょっと打てた。急に足を止めて、ボーンってなんか打って、まあ結局その、 ところざの体はでっかい頭をミスったんですけど、<laughs> その後あるから、その後コンビネーションを繋げていって、聞かせて、うん、まあ、と結局、最終的にところざの体操が背中を向けて、逃げていったんですよ。ただ、うん、どっちもね、どっちも、殴られてきてないのよ。だから、しょうがない。殴られてないわけだから、こうなるしね、一発ボン殴られたら、はあ、ダメって言っても、その、刑事に背を向けてしまう。うんうんうん し、それは、しょうがない。うん、殴られてきてないから、もう俺は、俺はね。でも殴られてない人がブレイキンダウンに出て、うん、なんか、スパーリングをやる試合は、まあ、まあ、なんか、オーディションで見られるじゃないですか。うんうん、そこまで、悪く言うと、みっともないっていう方で、うん、<laughs> やられるのはなかったよ。<laughs> でもさ、ねえ、お、まあ、所さんの対して、もうちょっと頑張ると思ってた。 正直に言うと。まあ <laughs> まあ、まあまあ、俺はもう,もうちょっと、なんか、頑張ると思ってた。確かに俺もね、ああいう負け方をするとは思わなかったあとさ、うん、逃げるんであれば、このまっすぐ逃げ、まっ、背中を向けて、ま、逃げて、回って逃げる IQ を持ってたのが奥の、奥野、うん。所沢大さんはそこまで IQ がなくて、ただまっすぐ走ってけぇぶつかって止まったもん。<laughs> もうね。<laughs> もうねせめてせめてあケージにぶつかったこっちへ逃げていこうっていうでもねでもねいや俺は思うに戦ったことのない人からしてみるとその例えばケージをこう回るだとかねやっぱそれって何だろう奥の奥様できてましたよまあ喧嘩をしてきたそのキャリアがあるとか長いとかやっぱね 結局なんかそういうふうに俺たち学習していってるわけよはい、はい、なんで僕たちが自然にできるようなことも彼らはやっぱりさそういうスペシャリストじゃないわけだからだからまあもうそこら辺はねもうできなくても俺はまあ仕方ないと思ってるいやいや逆にできないから面白いんですよまあね本当にそう、うん、だあの試合はまあこれ言うとなんか悪いんだけど面白かった I enjoy で 本当に。あそのあ、じゃあ、ジョビンさんのおかげでも、その前から後からもう、今はこんなテンションで喋ってるから、エンジョイしたのは明らかじゃないですか。<laughs> え、面白かった。面白かった。まあね、<れ>いや、だから、いや、だから俺は一番今回のケースに関して一番感じたのは、うんうん、プロモーションってマジ大事だなって思ったの。うんうん、だって俺、マジで、もう俺、奥のと俺、大将の興味もねえもん。全然俺、うん、本当に、あの、うん、もう、ね、別なんかもう、弱えってのしてたけれども、その、 わざわざその話題にするね、あの、活力すらも生み出せないぐらいどうでもいいと思ってた。でも、それをなんかジョビンがあんな風にプレゼンするから、<laughs> そう、やっぱり気になっちゃって、面白いし、うん。そうね、うん、最後のオチ言っていいですかいいよ。うん、だから世界の一番弱い男が所沢のタイソンでしょ負けたから。うんうん、でも、ツイッターで奥野が、 指をなんか2本骨折して、うん、蹴りを当ててなんか、この指先も骨折したって言ってたんですよど、うんうん、まず最に蹴りを当てたシーン、俺気づかなかったです。<や> <laughs> 一発もね。だからも<う>あれで逆にダメージを食らった方が奥のじゃないですか。まあ、<laughs> まあね。奥の方が、奥の方が勝ったんですけど、奥の方が弱いかもしれません。あのね、もうもう、いや、俺もう本当に思うけど、まあまあ、まあ あれはね、完璧に奥の勝ち。だって、そのもう KO になっちゃったから。でもね、本当に言うと、1分間で勝ち負けてない。マジで。無理だから、その、1分間でマジでその、こう、まあ格闘技じゃないですもんスター格闘技。あのね、よくコメントで格闘技と一緒にするなって言われるんですけど、俺、もともと格闘技と一緒にしてないから、まあ取り上げるなって言われるんですけど、まあ僕はなんか、格闘技、 オタクではないから、うん、なんか、興味を持ってるものを取り上げてるっていうことで、うん、ね、今回も所沢のタイソンと、うん、僕の試合も取り上げました。うん、っていう感じで、えっ、ー、と、I gotta go. これから大阪行くんです。えなんで、uh, w have w o r k What do you do? 空手の、 選手の取材をやってるんです。4年に一度行われる大会が今年の10月に行われて。結構じゃビッグな大会なのね。そうですね。空手オリンピック。だからそれに向けて空手の選手の取材とかやっているんですよ。だから大阪に行くんですけど、You were l a t e we're l a t e 冗談です。バレンタインさんのチャンネルの方でも出てるので、皆さんぜひ概要欄からアクセスしてください。お水源先生、またお会いしましょう。バイバイ。